だろう。あ、なんとですね、暴露ですね。カヤクタルさんに、なんか暴露の内容が届いたと。名前は、わらいちさんのことですね。まあ、これは文字でしかないんで、証拠も何もないんですけど、なんか、カヤクさんが、わらいちさんにヘイト向けてました。暴露の内容はこんな感じの枠かな。わらいちの被害者の一人です。去年の夏頃、月10万くらい投げてました。ある時 LINE しようって言われ、試してみると、直振りするように頼まれ、それを断ったら、後日配信中に LINE 通話であそこの囲いと一緒にガチ恋やストーカー扱いされ、直振りを求めてきたことを正当化されました。人をおちょくったり、大手ぶった態度も印象的です。以前ステッカーを送られてきたこともあり、あんなストーカーおじさんに住所がバレるのがとても気味悪くて怯えてますという。まあ何も証拠もないんですけど、こんな DM が火薬さんのとこで届いたのかなっていう内容でした。政治の枠です、ちなみに。まあでも実際はね、多分、どうなんだろう。まあ、バラシさんの場合はね、いい人だけどね、俺の中では。LINE のやりとりもあるの？あ、そう、クローゼットさんも一応ガチ恋扱いされてたからね。わらいちさんは。じゃ、わらいちさんかけるか。こんな、なんか、火薬さんがヘイト向けてましたよって。ね、言っとくか、これ。わらいさんに。出るかな、わらいさん。ゆうのくんが詰めてるのこれ。あ、マジ？あ、わらいさんおはようございます、本当に。イベントの彼方へ。さあ、行くぞ。あ、ごめんなさい、すいません。あ、いいです、全然、わらいさん。わらいさん、まあ。今見てましたよ。あ、本当ですか。なんかこれ、はい、来てたっていう内容なんですけど、はい、これ実際、ある程度、なんていうか認めるとこもあるんだけど、8割方やっぱ虚言ですね。まあ要するに逆にあっち側が正当化してるって可能っていうことですかね。そういうことですね。あ、そう、一つは、まあ最初の取っかかりで言うと、LINE 通話を求めて見返り求めてきたのが向こうです。どういう求め方で？10万円投げてる方ですよね。まあ、毎月10万円投げられたことは、それもちょっと違うかなと思ってますけど、確かに投げてもらったリスナーではあります。はい。で、まあ、投げてもらってて、それで急に見返りっていうのはどういう見返りなんですか？結局は、まず LINE こちらからしよう、通話しようなんて一言も言ったことありません。はい。うん。ファンタを投げるからイベントで。で、LINE 通話したいと求めてきたのが向こうでした。あ、はい。その中で確かに、そのファンタを投げる投げないの話をしたいから、まあ通話すると。ほんで、その通話に応じた時に、ファンタやっぱ投げれなかった。ファンタが買えないと。あ、はいはい。だからその時は、まあいいよいいよと。いう話で、まあ、その流れから、はい、まあ、うちのリスナーさんにね、例えばお布施もらったり手紙もらったりっていうね話はさせてもらって、ちなみに応援してもらったら嬉しいなというのは認めてます。お相手はクローゼットさんでいいですか？いや違います。また違う方ですか？これ違う人で、クローゼットさんの場合はそういう話はしたことないです。クローゼットさんはなんか笑いさんの元々のガチ恋だったの話、なんか枠で言ってたけど、まあとりあえずこの話は天然さんから始まるんですよ。あ、この月10万を渡しているって主張している方の。あ、違う違う、クローゼットさん。あ、クローゼットさん。
先にそっちの話すると、ええ、天然さんなんか500万の返還請求受けてることはパル君知ってる？ああ、はい、ありますね。もうそのことで天然さんからわらさんその人のこと知ってるって聞かれたから、ええ、あ知ってますよって言って、うん、でまさかドクローゼットっていう人と、うん、サイコロちゃんがドイツ人物だと思わなかったから、はい、こういったら天然さんがドイツ人物だって言うから、うん、そうもし同じ人なら、うん、そんな社長とかやってませんよっていうことを証言しただけなんですよ、はいはい、そうしたらなんかやっぱ都合が悪かったのか知らないけど、そのサイコロちゃんがなんか弁護士使って笑い潰すって始まったから俺が反論しただけで、でなんかこれクローゼットさんの内容とこの方の内容が全部結構一致してるから、それも違う人です多分。これも違う人とクローゼットさんの主張が一致してるから、なんか逆に信憑性が上がるというか。まあ確かにそうなればそうかもしれないけど、まあ一応俺もさっき言った通り、結局はなんか直振りをよこせと言われたっていう言い方するしてたけど、直振りは断ってるっていうか、要求したことないです。あ、ないんだ。ない。ただ、さっき言った、お布施ちょうだい、手紙にね、お金挟んでくださいとか、で自分心霊配信やってる。やってるね、面白いね、あれ。ありがとうございます。その活動費とかスポンサーになってほしいってことは、常々結構言ってますよ。あ、そうなんだ。スポンサーにはなってほしいみたいな。やっぱね。活動するとしたら、なるほど。それに対して強要した覚えもないし、ああね、結局その話が、うん、結局脅迫されたみたいな感じで言ってるってことだったから、あ、いい迷惑だよそれは。全力否定したいという、だから直振りということは言ってないけれど、そのスポンサーになってほしいって話を直振りという変換にさせていいように言ってるってことだね、相手は。そういうことですね。あ、それはせこいね。だから、まあ、確かに俺手紙にね、お金挟んでくださいっていうこともちゃん、それはちゃんと認めてるんで、それはなんていう、うん、それは活動費として挟んでほしいってことかな。そういうことです、そういうことです。ああ、なるほどね、納得だ、うん、だから手紙にお金挟んでほしいっていうのは別に私的な部分じゃなくて活動費として応援お願いねっていうことだよね。そう、パル君も分かると思うけど、心霊配信っていろんなとこ衛星して車使ったりする。ガソリンとか結構かかるじゃないですか。そういうものにもうスポンサー的になってほしいっていうのはもういろんなリスナーさんには言ってますよ。ああ、そういうことか、なるほど。じゃあ、はい、なんかあの自分が生活費困ってるとかそういうのじゃなくてってことですね。あ、そういうのでもらったことないですよ、ガソリン代にしてとか、まあ、これで美味しいもの食べてください、あったかいものを飲んでください、多忙性にしてくださいっていうのでもらったことはありますけど、その人たちから一銭ももらったことないです。あ、そうなんだ、うん、あ、じゃあそういうことがあったんだね。なんか火薬さんが枠やってたからね、そういう内容を見たから、まあ笑い師さんの話も聞かずにね、聞くの良くなかったんでちょっと聞いたんですけど、すいませんね、なんか不快にさせちゃっているんだったら、申し訳ないです。あ、いいです、いいです。まあ、取り上げてもらってね、僕のこの主張もパル君聞いてくれてありがたいですけど、まあ俺も悪かったんでね、その、ああ、ちゃんと反省してる部分もあるんですね。うん、これからはやっぱ気をつけなきゃなと思いました、そういうの。ちなみに、あの、これは何人か2人一応やってるじゃないですか、クローゼットさんと。だからうちのリスナーさん大体把握してます、みんな。あ、じゃあ複数人は言ってるってことですか。うん、まあ、あの配信上では規約違反に当たっちゃうじゃないですか。ああ、はいはい。だもんで、まあ、DM だったり LINE ではそういう活動費として欲しいよ、みたいな、そういうので応援してみる。あ、なるほどね。じゃあそういう DM はいっぱい出てくるよってことだね。まあうちのリスナーさんだったら、まあガチガチのリスナーさんだったら多いかもしれない。ああ、だから今回ちょっと意に沿わなかったその多分ね、リスナーさんが反旗を翻してそういうこと言ってるってことだね、きっとね。まあ大げさに言ってますっていうとこですかね。あ、そうなんだ。うん、大変だね、じゃあ笑い師さん。いやいや、まあそんなのもうしょうがないと思ってます。結構あのガチ恋多いの？
いやー、わからないけど、やっぱ、見返り求めるとか、付き合いたい、好きですっていうのは、やっぱなんかありますね。あ、そうなんだ。そんなおさんでも。やっぱりか。なるほどね。ちなみになんで、火薬さんに対して怒ってるの？火薬さんの件に関しては、もう、遡って、去年の話なんで。あ、そっか。じゃあ、長くなるね。あと、なんか、恫喝動画があるみたいなコメントがあるんだけど、恫喝ってどんな恫喝ですかね。わかんない、これとんかつか恫喝か、何の話かわからんけどね、多分俺見てないんでわかんないんで、これなんすかね、わかんない、これ昔の話か。まあでも笑いさん、はいはい、まあいろいろ大変だと思いますけど、また大丈夫ですよ。心霊配信よろしくお願いします。ちょっとパル君行かないじゃないですか。いやいや、動いてないだけで、イベントとかになったらやっぱ企画考えたいじゃない、その時にちょっとお願いしたいなっていう。本当っすか。まあ、その時はじゃあ言ってください、いつでも動きますよ。はい、お願いします。ちょっといえ、こちらこそよろしくお願いします。すいません。はい、まあそういうことっていうことなんで、うん、はい、わかりました。ありがとうございます。はい、無限の彼方へ。さあ行くぞ。笑ってこらえてやれんの。オロナミン C。 まああれだよ、なんていうか難しいよね、やっぱ直振りというそのジャンルというかね、言い方というのは、まあ、あるからね、いろんな言い方がね、直振りなのか、それともね、ね、支援というかね、そういう部分があるのか。ゆうのくんにかけるか。じゃかける、ゆうのくんに。ゆうのくんと笑いさんバチバチやり合ってんのこれ。なんか今日やってたけど、ゆうのくん枠ね。あ、バチバチやり合ってんの。あ、ゆうのくんおはようございます。あ、おはようございます。すいません、なんか毎回の電話最近ちょっと多くて。あ、とんでもない、ありがとうございます。ゆうのくんの放送好きでよく見て、やっぱああいう系放送いいよね、なんかダークな。あ、本当です。うん、ありがとうございます。ちょっとダーク絶対もうなんか閲覧も少しずつだけど300、500行ったりしてるもんね、毎回。でもそれは、興味ある人、タイトル。ああ、なるほどね。いや、はい、でね、今日ね、なんか、はい、今日、笑いさんのこと取り上げたの？あ、そうですね、はい。あ、何？あ、一応、名前とかは伏せて。ああ、そうなん、ごめんなさい。はい、じゃあ、はい、なんて言うんだろう、わらぼっとさんのことを取り上げてたっていうか、昔の名前でね。ボットさん。昔の名前っていうか、言うと結構過去にずっと続いてて、解決してないです。別に過去の黒歴史を掘り起こしたわけじゃなくて、全部解決してないってことで相談受けてる内容。あ、ゆうのくんに。はい。ちなみに、はい、どういう相談なんですか？なんかその、女の子で、配信者で、女性配信者でコラボしたりとかして、でまあ、向こうから言われて、まあ、ツイキャスのその当時は JK でアイドル系配信者みたいな感じなんですよ。JK、はい、はい、で今はもう主婦なんですけど、あ、結婚してるんだ。はい、はい、でコラボして、そしたらまあその人が、そうしつこくこう交際を迫ってきたということで、 JK 時代に。そうです、 JK 時代に迫ってきて、まあ普通にただ嫌だ、あ、ちょっと無理ですって、好きな人いるんでとか、そんな感じだったんですけど、結構しつこくて、学校の正門の前でマッチングしてたりとか。そう、本当なの？まあそうなんですよ。なんかその子はそう訴えていて、で、あと、バイト先に突されたっていうか。あ、なんか聞いたことあんな、これ。はい。で、なんかそんなのが複数回あって、やめろっつってんのにやめないってことで。それなんかソースでもあるの、証拠みたいな。あ、もちろんソースなしではやらないんで。嘘、あるんだ。
はい、その子とも直接話もしてる。ソースあるの、はい、マジ？え、違う、はい、どんなソースなの？写真とかがあって、うん、その子のやり取り、あ、じゃないや、やり取りもあって、あともう一件あるんですよ。え、もう一件？うん。はい、シングルマザーの女の子が、配信者が、うん、こう DM が、あ、じゃあ、まあ、付き合おうみたいな感じになってて、断ったら、うん。うん、はい、ストーカーだと、その女の子の方が。どっちも一緒なんですよ。女子高生の方も、断ったらストーカーだって言われてるんです。あ、なるほど。笑いさんの、はい、上等手段というか、その、まあ、断られたストーカー扱いになっちゃうと、相手が、はい、うん、とある男性がそんな感じで、うん、それで、ストーカーだって言って、うん、その新ママに関しては社内の DM を送ってるんですよ、うん、どうやらどうやらあるんですけど、うん、ちゃんとごめんなさいみたいなね、うん、ごめんなさいっていうか、もうそういうことはしないからみたいな、うんうん、安心してリアルで生活してねみたいな、うん、現実リアルで育児をしてるとことか見てたからみたいな、うんうん、っていう感じで書いて、その女の子が、うん、まあ、怒ってるんで一生許さんって返信したんですよ。あ、女の子がね、女の子の方が一生許さんぞお前ふざけんなって言ったら、ふわっちで枠を開いて、その男性が、うん、まあその子の結構半裸というか、その子自身がこうセクシュな格好で配信したりするじゃないですか。まあ、貼って、その子の名前等を、個人情報をそこで話していたと、まあ、言ったと。反乱の写真というか、それはもともと表出してる写真なの、はい、ちょっとその辺わかんないけど、はあ、まあ、セクシーな感じの写真を貼って、個人情報とか出してないんです、その子。うん。あ、そう。名前を出してないのに本名を言ってっていうのがあったの。怖いね、マジで。うん。さらに。え、まだあるの？うん。彼氏がいて。うん。で、レビパパさんっていう配信者の人で。レビパパさん。レビパパさんで、うん、その反乱の画像を出した男性配信者はその後、うん、その男性に関して。うん、女子高生ストーカーデリパパっていうタイトルで配信してるんですよ。女子高校生デリパパ、あ、女子高生ストーカーデリパパみたいな感じタイトルで配信してて、うん、スクショもあるんですよ、うん、っていうか、その女の子がその男性にストーカーしたわけじゃないですか、そのチンママが。まあね、男性の主張だと、うん、その主張だとね、うん、だけどそのチンママって彼氏がいるわけじゃないですか、うん、いるわけなんですよ。でその彼氏がその男性に対して文句を言ってるんですけど、うん、その男新ママの男彼氏のデビパパは、うん、女子高生のストーカーなんですよ。それだと、はい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 、おかしくないですか。カップルなのに、うん、お互いに別の男性女性をストーカーしてるっていうことになるんですよ。あ、確かにちょっとおかしいね、めちゃくちゃ。だから恫喝動画、うん、はい、恫喝動画を持ってるの？あ、恫喝動画は、まあ、揉めてる時の動画なんですけど。あ、そうなんだ。じゃあ、恫喝ではないんだね。はい。あ、なるほどね。まあ、恫喝って、まあ、あ、ごらんみたいな感じ言ってるんで。あ、そうなんだ。まあ、迫力があるわけなんですけど、はい。なんで揉めてる動画なん、それは。なんか、他の配信者の人と、うん、まあ、弟子みたいな感じなのかな。それで、俺の言うこと聞かねえな、お前、みたいな感じで怒ってる。あ、そうなんだ。なるほどね。はい、言うことキラーな感じの内容です。まあまあ、それは、うん、土星を上げているっていう内容で、あるんですけど、はい、あと、うん、ちょっとその、まだあるの？まだあるの？まだあるの？止まらないな。じゃあそれはちょっと、はい、ゆうのくんの枠でね、ちょっとそれはまた見ようかな、じゃあ。まあ、そうですね、うん、はい、で、ちなみにゆうのくんはこれ笑いさんのネタとして取り上げたじゃん。あ、まあ、一応名前してる、うん、あ、これ何バチバチに嫌いなの？いや、別に嫌いじゃないです、僕は。あ、相談受けたからやってるだけってことなんだ。そうですね、相談受けてて、うん、なんか僕がその言ったことを嘘だって言うから、あ、いや、そうなんだ、ないよねって、証拠あるよねっていう感じで。あ、そうなんだ。そう、光くんも絡んでて、光くんも知ってるんですけど。マジか。光くんのことも、うん、その、なんていうんですかね、で、逆のこと言うんですよ。え？
だ言うのは言ってることをヒカル君はおかしいって言って、うん、俺のことをあの正しいよって言ってるって言うけど、うん、ヒカル君は逆なんですよ本来あの、うん、そんなこと言ってないんですよ。あ、言ってないんだ。あの人おかしいよ、そうあの人ちょっと変だよね、うん、おかしいよねって、あの人ちょっとじゃなくて、あの人やばい、うん、やばい、なんて言うんだろう、おかしいよねって言ってるんですけど。あ、そうなんだ。逆にされてるんで、それちょっと意味わかんないな。ああ、ちょっと言い換えてるんだね、相手。そうなんです、真逆になっちゃってる、うん、それだと。なるほどね、了解了解。はい、ゆうのくん、この後また電話かけ直すけど、なんか言いたいことはあるんだったら伝えておくよ。はい、あ、別に特にないです。あ、ほんと、わかった、はい。ありがとう、ゆうのくん、電話出てくれて。あ、ありがとうございます。うん、すいません、無限の罠で、はい、さあ、行くぞ。笑って、よろしく。やれんの勝って。バチバチだね。あ、笑いさん来てる。あ、反論させて、いや、もちろん電話しますよ。まだネタあるんですけどね、ちょっと待っててください、皆さん。あ、笑いさん、聞いてましたか？聞いてました。反論させてもらってあ、いいですよ、もちろん。電話するつもりだったんで。あの、ちょっと時間ないんで、あんま長くなるんで。いやいや、全然全然。この女子高生ストーカーは全部大嘘です。嘘なんだ。はい。一応相手、ね、証拠もあるって言ってるけど。でね、うん、2年ぐらい前に、金梅さん、はい、養分さん、うんうん、ミュウツーと、うん、あと、和道さん、はいはい、この話、ユウノさんと一緒に、うん、俺を詰めようと思って、一回取り上げられたんですよ、この。ユウノ君が？そう、その時に、2年ぐらい前の話なんだけど、金梅さんもいて、うん、ミュウツーさんもいて、養分さんもいて、うんうんうん、和道さんも一緒にその時にいてね。うんうん、ゆうのさんと、うん、でこの女子高生ストーカー本当かどうかっていうことを金梅さんに事情聴取取られたんですよ、うん、僕は。あ、昔ネタにされたんだね、一応。はい。おで自分もそれね、これ YouTube 自分の笑い地チャンネルって YouTube あるんですか。あ、はい。その模様もあのその女子高生っていうのはもともとその地元の心霊スポットを知ってるってことで、うん、僕が合計6人でそれ心霊行ってるんですよ。女子高校生含めて行ったってこと？そう、うん、そういうことです。でそのことを、うん、全部その場で話したところ、うん、まあ、金梅さんもこれは笑いつさん白だねって、あ、言ってくれたんだ。そう、ほんでミュウツーも俺はその話もユウノさんに言ったよってユウノさんに言ったら、ユウノさんは聞いてない聞いてないって言ってんばりで、うんうん、だけどミュウツーが笑いさんが言ってるって言ったら聞いたのかって言ったら、うん、まあちょっと聞いたけどってユウノさんがその時認めたらミュウツーが怒って聞いちゃ聞いてんじゃねえかってなって、うん、で和道さんも和道さんからもいろいろ質問されたけど俺ちゃんと受け答えしたんですよ。うん、それでこれ笑いさん何も悪いことしてないこれ嘘じゃんっていうことで、うん、そのさっきのなんか女子高生ストーカーっていうのはあの全く嘘で終わってるんですよ。ほんで、うん、うん、金梅さんから説教も食らってるはずなんですよ、ユウノさん。あ、そうなの？配信上で、うん、うん、配信上だってその時閲覧3000人ぐらいいたんで、うん、うん、みんなの前で2年前にこれあったことですよ。録画あるのかな、それ。引っ張ってんのがユウノさんなんですよ。うん、うん、そう、録画残ってんのかな、これ。録画はね、あの自分の、うん、あ、その時の模様は、うん、多分誰の配信だったかちょっと忘れたけど、金梅さんの配信なのか、うん、これあの笑いさん反論するんだったら録画をね撮ってやった方がいいかもしれないね、これね。ああ、うん、その女子高生とじゃあ僕がストーカーしたって言い分するけど、うん、そのバイト先とか言ったけど、あー、あったね、そこに待ち合わせだったんですよ。おお。で自分一人じゃなくて6人だったんですよ、その時。笑いさんだけじゃなくて他にもいたんだ。5人いてその子と交えて6人になって、うん、その後心霊スポット行ってるんだけど、えそれは自分の YouTube に、うん、その動画アップしてます。その5人っていうのは顔出しも OK か本人に許可得て顔出しも出てるんで、うん、その5人っていうのはあの金梅さんとかそういう話？あ、違います。その心霊スポット行った時は、うん、
合計6人の時はうちのリスナーさん、あ、リスナーさん5人と JK でみんなでオフ会みたいな心霊スポット行ったんだ。そうです。あ、なるほどね。 それを俺がストーカーしたストーカーしたって言い張るのがゆうのさんなんですよ。あ、そうなの。それが真実ってことね。 その件を金梅さんが取り上げてくれたんですよ。それでゆうのくん一回怒られてると、でまたやってるからどういうことだってことなんだね、うん、そう、そんな事実はないんですよ。だから、うん、何を言ってんの、提案でって、そういうことだね。じゃあそういうことです。あの、ね、女子高生にもし俺がね、そんなのさっき言った何、うん、学校の正門でなんか立ってたとか言ったら、うん、犯罪じゃないですかそんなの、うん、でその時金梅さんにも言ったけど、本当に俺がそんなストーカーしていたら、うん、もう警察沙汰じゃないですかそんな。でも和来さん、なんか交際を求めたことはないっす。ないっす。あ、ないんだ。え、じゃあ、うん、それで振られて、それでストーカーだっていうふうに言ったのは、うん、ストーカーだって言ったの、その JK にね。自分がですか？うん、自分がその子に対してストーカーなんて言ってませんよ。あ、言ってないんだ。言ってません。あ、そうなんだ、うん。じゃあ、でっち上げられてます、これ。あ、これ、そうなんだ。まあ、これは正直、ソースとか証拠もない、人気なき世界だからね、これ。まあ、自分の証拠としては、うん、6人で心霊スポット行った時の模様のやつを YouTube に上げてます。うん、なるほどね。ええ。じゃあ、まあ、ここら辺ちょっとね、空中戦になっちゃうから、ええ、まあ、あとは、おのおのの個人でね、ちょっと戦ってもらって。そうっすね。うん。まあ、ねお互い心霊配信者だしね。ええ。あ、わらしさん？わらしさん！わらさん！わらさん！まあ、じゃあ、あとは個人技でお願いします。電波悪くて切れちゃった。あれ切れちゃったというか、電波悪くなって音声が出なくなっちゃった。仕方ないね、これは。まあ、これに関しては証拠どっちも見てないかわからん、うん、ね。ただ笑いさんに対してのヘイト向ける配信者が多いってことが分かった。笑いさんも大変だね、ヘイトが向けられちゃうとね。うん、まあ、言うのがソースあるって言ってるから、そのとんかつソース出してもらってね、うん、やってもらえばいいし、まあ俺はそれを見てネタにするだけだから、あとはもう個人気でお願いします、ちょっと。はい。いや、もうこれ、ゆうのくん電話するじゃん。笑いさんに電話するじゃん。電話してね、もうそれで話がね、5時間かかっちゃうから。ねえ。ってことですね。まあ、だからゆうのくん枠やってもらってね、俺の放送終わった後に、それで出してもらってもいいしね。ってことですよ。じゃあ次行きます。おい、LINE の ID 貼るなよ、お前。 NG 入れるぞ、これ。誰だよ、おい。LINE の ID 貼ってるやついるから、これ。うん。あるだって、バカなの。ありき様も承認。あ、そうなんだ。まあ、いろいろあるんだね。まあ、ゆうのくん枠ね、後でやってもらって。まあ、ライチさんも、お互いに主張で。よかったら繋げるけどね、電話で直接対決してほしい、俺は。ゆうのくんいいなら、わらいさんに LINE 教えるよ。うん、ゆうのくん教えていい？ LINE。じゃあ次行きます。はい。次がね、うん。あ、すいません。一気にハードルというか、そういう下がっちゃうんですけど。リリーさんの若い頃の写真が出ました。あ、綺麗な顔して、20代の時の写真かな、これは。何歳の時だろう、これ。2歳って来たけどね。お、綺麗。おー。なんかこの浴衣姿似合ってるわ。綺麗だね、めちゃくちゃ。変わらない？いや、めっちゃ綺麗じゃない？可愛いわ。リリーさんのいとこかな？その子めっちゃ可愛いからね。やっぱ美人家系なのかな。ねえ。色っぽいよね。これは赤ラークさんとか近藤組長とか好きそうだよね。着物着た女って。
イメージね、勝手に、あの札幌池ちゃんとかアウトロー系が好きそうなね顔立ちしてるよね。わかる、俺に言いたいこと。あとみさまるちゃん、みさまるちゃん可愛いよね、めちゃくちゃ、めっちゃ美人。そう、極妻系だね。あんま AV の極妻系は見ないんだけど、まあ一回たまたま見た時はこんな格好だった、極妻系はね。で やっぱ見たら色っぽかったね。やっぱ浴衣を脱いだ後の女はすごかったよ。ドラマ風になってた、ヤクザとその極妻がね。なんか組長の極妻でさ、ダメ組長が私の旦那がみたいな。あ、じゃあそんなんじゃなかったな、なんだっけな、あなんか、あ組長がみたいな、男の人がタジタジになってたやつから、もしかするとっていうことです。じゃあ次いきます。はい、じゃあ本タイトルいきますね。とある配信者の大喧嘩です。喧嘩がありました。もう何やってるのばっか、喧嘩ばっかしちゃって。本タイトルです。はい、あじゃあやります。その配信者は名前はなんと、あナイスお願いします。あの皆さん、今日20日最後のナイスの第2回目の締め切りです。もう1週間ね、2週間頑張りました。この締め切り日ラストなんで、最後なんで、最後ぐらいナイス押してやるかっていう方いたら押してください。今閲覧も今ピークなんで、4800人の方お願いします。ラスト日、まあ、ラストならじゃあ押してやるよって、お願いします。ラスト、うわマジかーい、ラスト日マジラスかーい、ドンチキドンチキドンツクドンツクドンツクドンチキ、ありやすドンチキラスコイ、ありやす。いや、やっぱありがとう。じゃあちょっと、あミーさんありがとう、ほんとドンチキ毎日ありがとうね。バカがよ、いやバカじゃないよ普通に。あのありがとうラストね、ほんとありがとうす。あ、709ナイスありがとう。じゃあ800ナイスでちょっとあの本タイトルいきたいと思います。来るよ、あと74人、ラストお願いします。うわー来てるよ、あれこれ風景みたいな、頭にゴミついてたわ。フケじゃないあのゴミだからね。あと白髪が増えちゃってね、ちょっとね。あ、わかりました。もう800ナイス、これ行く前提なんでやります。本タイトル。とある配信者の大喧嘩。名前は、クレイジーパピヨンセイさんとミツちゃんが昨日大喧嘩しました。昨日深夜の放送で、あの、実は喧嘩してました。閲覧2000人ぐらいだったかな。朝方の4時ぐらいの内容です。はい、俺ちょうど起きてたんで、麻雀終わって、で、帰ってきて、で、5時ぐらい、6時ぐらいの間で、政治がやってたんで、枠を。その見ると、どうやら話を聞くとね、なんか政治が、まあ、みつちゃんでやり直したいみたいなね、部分があって、みつちゃんちょっと家出てってほしいみたいな話があってね。で、流れがあったんだよ。そしたらせいじさんがなんかヘイトを向けてたんだって。はい。で、その後にみつちゃんが急にせいじさんのほっぺをビンタしたらしいです。こんな感じで。それでなんかみつちゃんがせいじの携帯を奪って、なんかベランダの方か外の方で放送をしていたという内容から、その後にせいじが、なんで俺こんなことされなきゃいけないんだと。おかしいだろと。もうミツのこと嫌いになった後、アンド暴露もしてました。どうやらミツちゃんは、もう全力でヘイト向けてたね、政治は。
みつちゃんはね、なんと政治のホロラン1位の方と裏で連絡取ってて仲良しになっていると。だから俺を離れたら配信者になるんじゃないっていうことを言ってました。はい、そうなんですよ。それを言ってた政治が。あ、怖いよ政治、お前ポロ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 。うん、で、俺ね、もうほんと6時まで起きてたんだけど、もう眠たくてさ、ああってなって、で政治がなんか4時間完走するあたりだったんだよ。でまた4時間放送し、24時間放送するぜって言ってたんだよね。で俺寝ちゃってさ、でパッと起きたらもう政治やってないんだよ。だからその後だから始発で帰るって言ってたけど、やっぱり路上するって言ってて、結局さ、ヨーチェケラヨーチェケラ、どっちなの、もう帰ったの、いるの、まだちょっとそこら辺見てなかったんだよ。ちょっと、ね、眠っちゃってすいません。いるの、帰ったの。だ始発で帰るって言ったり、やっぱ路上するって言ってたり、ちょっとそこら辺の選択肢が出てないんだよ。寝配信してた？見てない。ちょ、政治に連絡するか、ちょっと。出るかな？出るでしょ、エンタメやから。政治さんかけるわ。俺ちょうどね、見てたんだよ。コメント打ったけど。出てったのかな？政治が結構ヘイト向けてたんだよ。あ、もしもし政治。あ、おはようございます。おはようございます。あ、マジか、新幹線乗ってる、もしかして乗る前か。あ、うん、大丈夫大丈夫。あ、ほんと、ごめんねごめん、今新幹線切った方がいい。じゃあこれ、いや大丈夫。あ、大丈夫。あの、せいさん、あの、これね、間違ってたらちょっと良くないから、確認の電話なんだけど、うん、今、炎上ニュースで放送やってるんだけどね、うん、昨日、せいさん、みっちゃんにビンタされたの？まあ、まあ、まあ。で、内容としては、うん、なぜビンタされたのかわからないと、せいさんは。うん、でも、なんか、出ていけって言われてたんだよね、みっちゃんに。うん、で、その後に、なんか、やり直せないっていう流れもあって、でヘイトも向けたと、それによってビンと食らったんじゃないかっていう話をしたんだけど、だいたいこんな感じかな。そうだね。ああ、そっか。でその後に、うん、まあ出ていくみたいな話があったんだけど、結局出ていくことになったの？今でも出てってる。ああ、そうなの、これ、うん、これ YouTube じゃないよね。違う、ガチのやつ。ガチ。マジか。え、じゃあ結局もう戻らないの、みつちゃんのとこ。だね。なんかもう言ってたじゃん、嫌いになったって。うん、もう嫌いになったの、その時はね。あ、今はちょっと揺らいでるんだ。じゃあまだ好きだ。あ、好きだねあんたも。うん、しかも福岡方面に行ってるのこれ。あ、間違えたよこれ。え、間違えたの？どういうこと？間違えた。間違えたっていうのは今。間違えた。あの、乗り間違えしたの？うん。あれ間違え、大阪、あの、東京に帰るんじゃないんだ。東京。東京なんだ。でも、九州の方に乗り間違ったんだね、じゃあ。多分。あ、そうなんだ。でね、せいじさん。うん。あと、みつちゃんの暴露もあったけど。うん。あの、ホロラン1位の人と裏で連絡取り合って、うんうん、まあそれあのね、うん、ちょっと誤解があるんだけど、あ、うん、あの女性ですね。あ、そうなんだ。ええ、じゃあ、別にそれで政治と別れて付き合うっていうそのパターンはない。そういうんじゃない、そういうんじゃない。そういうパターンはない。ただみつちゃんのことが好き、うん、好きだよっていう、いつもだからみっちゃんの応援してるよって。うん、じゃあホロラン1位の人の仲が良くて。ただ、せいじさんと離れたら、その人が投げてくれるんじゃないか、配信者になるんじゃないかって。いやいやいや、そうじゃない。あ、昨日なんかそういう言い方。いつがいるから、うん。応援してあげるよ。あ、そうなんだ。せいじさん、昨日あの、結構、めちゃくちゃなこと言ってたからさ、
どうせ俺と離れたら配信者になるんだろうとか、うん、頭おかしくなってて、うん、え、じゃあ結局一回家出て仲直りはしてないんだ。いや、したね。あ、したんだ。で、東京行くんだ、うん、そう。あ、そうなんだ。あの、みつちゃんめっちゃ泣いてたけどさ、うん、すごい心苦しかったよね、うん、でも仲直りしてよかったよ。うん、謝ったよ。だからめちゃくちゃ。あ、そう、うん、え、これ絶対 YouTube 動画じゃないんだこれ。違うよ、本当に。うん、分かった。あとせいさんね、俺も経験してるけど、やっぱ付き合ってる女の子にヘイト向けしてると、うん、やっぱね、全力でね嫌われちゃうよこれ本当に。そうだね、うん、だから気をつけよう、うん、俺ら配信者は、うん、エンタメちゃうでマジで。うん、みつごめんね。みつちゃんいるの？いない。うん、分かった。じゃあありがとうね、せいじさん。うん、無限の彼方へ。さあ行くぞ。笑ってこらえて。やれんの？勝って。ナイス。絶対に東京。これ YouTube じゃないの？これ本当なの？だからせいじさんも怒るとね、やっぱ女の子にヘイト向けするから、特に配信やってない女の子をしたら耐えれない、耐えきれないからね。だからみつちゃんはしんどかった部分あったんじゃない、爆発してね、うん、で昨日めっちゃ謝ってたよ、ごめんよって、リザナーみんなごめんねって謝ってた。うん、はい。あ、今品川だった。じゃあ品川か。じゃあってことですね。うん、すぐ仲直りするんだから。まあでも、そんなもんじゃない、カップルって。ね。俺だって、エルマルちゃんとか、カレンとか、ナータンとか、ツバニャンとか、ティアラとか、あとは、クマとか、いっぱい喧嘩したけど、すぐ仲直りしたよ。やっぱ、男の方がめめしいからね。女の方が、やっぱ、別れた後、すぐ冷めるからね。うん、だから、まあ主人もそんな顔がかっこいいわけじゃないじゃん。デブでブサイクじゃん。俺もそうだけど、ブサイクは優しくならないとね、本当に。優位に立つとね、すぐ冷めちゃう女の子はね。イケメンだったらね、固執してくれるかもしんないけど、結局現実的に見ると俺らブサイクだからさね、もう離れるとこ行ったらどうぞってなるもんね。どうぞどうぞって、別にいいよって。美人だったら、ね、特に、だから俺今思った、あの教訓として、ブサイクは優しくあれと、思いました。てことで、今日の、ふわっち、大炎上リアルサルサー、ありがとうございます。すみません、今日の放送は20日の締めくくりとしては、まあ、満足となる放送となりました。で、この後、ゆうのくんか笑いさんが枠やると思うから、そっち行ってあげてください。ゆうのくんがいいなら、笑いさんの、ほんで、ゆうのくんの LINE 送るからね。うん。笑いさんがいいなら、ゆうのくんにも来るし、俺は直接対決してほしいけど、バチバチでね。そっちの方が面白いしね、俺は。どうせ昼間暇だもん。うん。まあ、この後ちょっとご飯マクドナルド行ってね、食うけど、でもちょっと寝不足もあるから、ゆうのくんいいって言ってる？じゃあ送るわ。うん、パチンコこの辺ないんだよね。だからもう逆になくてよかったわ。でここら辺のホテル安いからさ、だからここら辺にちょっとしばらくいるわ。だから同じ風景がこれ広がるんで、よろしくね、みんな。はい。ということで、今日のふわっち大炎上ニュース、終わり！ふわっち大炎上ニュース、まとめの前にナイスお願いします。皆さんいいですか？ちょっとラストなんで、20日の締めくくりなんでね、めちゃくちゃ押してほしいです。ナイス！お願いします！
ラスト、今日の放送おもろかったよ、まあ暇つぶしになったよって、そういう風に感じた人、思った人、そういう風にちょっとかすった人でもいいから押してほしい。無料なんで。我々配信者ナイスがなきゃね、生きていけません。特にイベント出てないんで俺だから、そのイベント分の思いとしてナイスをしとってほしいです。お願いします。ナイス914ナイス。火薬とパチオズ絶縁のニュースがないから押しません。なんかあの誕生日来るなって言われたんでしょね、かわいそうに。火薬さんがなんかパチオジを家に入れなかったと、うん、ね、なんかしょんべん漏らしたからまた漏らすんじゃないかみたいな、そういう厄介払いしたからなんか喧嘩したでしょ昨日っていう話は聞いたってことですね。いや、めんどくさから、いや、イベントやった方がいいんだよ、それは。めんどくさいからイベントやらないわけじゃないんだよ。リスナーさんの負担をかけたくないからやらないんだよ。そう。メタル、あ、そう、メタル社長に対して、なんかさ、パルパルが迷惑かってるって言ってたらしいね、火薬タルが。そんなわけないだろ火薬。俺と火薬、あの、メタル社長の関係をね、崩そうとする、その、やり方やめてよ。本当に、迷惑かかってないから。一番メタル社長と仲いいんだから。いかにしろよ。許せないよね、あんな。こうやって、そう、俺の一番の爆投げっすよ、さ、なんかそういうなんか、言い方でさ、なんか、ちょっと、思ってんのかなっていうふうに思わせるような喋りは。あいつ本当に。それはちょっとね、腹黒いよ。やめな、それ。ええー。まあ、そんな感じで、じゃあまとめます。ふわっち大炎上ニュース。まとめ！まとめてるとき、センナイス言ってくれると嬉しいんでね。教えてください。この四着火薬が、意外にしろよ。ええー。火薬たるさんに対して、笑い師さんの被害 DM が届く。はい。ケイノスケくん、ブレイキングダウン、負ける。はい。ツイッターでは、まあ、しようみたいな試合しやがってと批判の声が上がって、ツイッターやめるとツイートなどする。はい。ユイガさん、暴行被害に遭う。いきなり頭を殴られる。相手の名前、ジミー。被害届出す予定。ミツちゃん、セイジにビンタ。セイジが、まあ、ヘイト向けしていて、それに我慢ならずにビンタした模様です。はい。多田さんという方、一週間版。はい。りんちゃん、おしっこを漏らす。パチオジ、おしっこ漏らす。冬ぐらいに、りんちゃん、やっちょくんとオフパコしていたことが判明。12月頃ね。ナーボーさん、ふわっちのポイント、もらい忘れる。95万円が消失した模様。やっちょくんのソースにて。リリーさん、若い頃の写真を公開。イキリストの枠にて。ペニーさん、めちゃくちゃエフちゃんのことが好きな模様。付き合いたいらしいです。はい。ということで、今日の、ふわっち、大炎上、ニャンサルダラさん、ありがとう。まあ、そんな感じですかね。はい。なんて？まあ、そんな感じです。じゃあ、皆さん、仙台。